はい、ということで今回は長野県長野市の戸隠にある戸隠神社奉公者さんに来ております。ということでね、戸隠神社というと九頭龍社と奥社ばかりが、映像として、見ることができると思うんですが、戸隠神社さんはね、御社参りという言葉があるぐらいで、奉公者さんと日の御子社さん、そして中社、中社と書いて中社さんと九頭龍社に奥社5つがございます。ということで私はこの5つすべてをね、ご紹介していきたいと思います。ということでまず第1弾は奉公者、宝の光のお社ということで、こちらをご紹介したいと思います。ということでまずは挨拶をしたいと思います。はい、ということでね、この戸隠神社の、御祭神、これはね、誰も知ってるって言っていいのかな、あの思いかね、天の岩戸神社、西本宮、そして天の岩戸神社ね、ございますが、そちらの方のね、思いかね、主催神である思いかねの子供である田力尾の御事の弟である雨の上春の御事を主催神としております。ということでね、なんと田力尾の御事にね弟がいたと、その弟を祭神として祀っている神社でございます。ということでこの階段270段ございます。立派な杉がねこうやって見えておりますね。はい、ということで左側にね、なだらかな女坂がありますから、なだらかなとこ行くとね距離が伸びるんで私好きでは実はありません。ということで、この日もね、日の出の前ぐらいにね来てるんで正直薄暗いです。ということで右にねうっすらとこう見えているこの鳥、むちゃくちゃね、むちゃくちゃかっこよくないですか。ということで後でまたあの鳥居のところには帰ってきたいと思います。ということで帰ってくる前にね動画を閉じるというのは寂しいことでございますので、ぜひ見ていただければと思います。ということでこの270段、私は基本的にね途中に撮影するものがなければこうまっすぐとか斜めとか階段を上がりながら撮影しておりますが、本当にね基本一気に上がります。はい、基本は一気に上がります。ということで、まだね薄暗い、奉公者さんですが、この後ね私が行った直ぐらいにもねあの参拝者来ておりました。ということで、結構ね参拝者の方多い神社でございます。決して九頭龍社と奥社だけではないので、ぜひねこちらも来ていただければと思います。はい、ということで、ここで非常に楽しみなものがありますからね、この神社奉公者さんの右側にねむちゃくちゃ美しいものがありますんで、それもぜひ見ていただければと思います。ということで一気に階段を飛んでね参りました。あともう少しで奉公者さんに参ります。ということでまずね奉公者さんに一旦挨拶をしてから、先ほど言いました右にあるとてつもなく美しいものを皆さんに見ていただきたいと思います。はい、ようやく階段がありました。はい、ということで挨拶をいたしました。見てわかる通りね、この奉公者さんお寺みたいですよね。ということでね一番神仏集合のね色が濃いんじゃないかなというふうに思われる奉公者さんです。まあそれだけにね彫刻も非常にね、精密で綺麗でございます。ということで先ほど言いました美しいもの皆さん見ていただければと思います。はい、ということでね文字見えますかね、これね神輿があるところでございますね。神輿子と書いてありますね。これねほんと綺麗ですからね、むちゃ綺麗ですよ。僕はほんと初めてね神輿が欲しいと思いましたね。ということでここにね武田菱なんですよ。武田家の家紋がありますね。綺麗でしょう。あとでもうちょっとアップが映りますよ。はい、見てください、かっこいい。でねこの神輿ほら鳥居があるんですね。で鳥居があってねあそこに扁額ついてるんですよ。で戸隠神社って書いてあるんですね。いやこれ見てねこの鳥居だけでも欲しいななんてねあの変なところで欲しいなと思ってしまいました。でもねこれ多分ね1000万2000万じゃ作れないんじゃないかなという気がしますよね。はい、ということで、非常に美しいおみこしでございましたが、途中でね暗くて映すことができなかったところに向かっております。階段を降りてね、でこの後ね私もう一回上がって参拝して、最後にね実はこの奉公者さんから日の御子社さん、中社さんに向かっていくことができる、歩いてね行ける道があります。これ神の道と書いて、神の、うん
神の道、あれ読み方忘れてしまいましたということで、まずは途中にありましたこちらね、はい、こちらのね神社の方に参拝したいと思います。僕はね勝手にね、この神社さん何どの神様がいらっしゃるか分からなかったのでね、もう勝手に私の勝手なんですよ、次回行くときはもう一回調べます、山の神、大山積の神がね祀られてるのかなというふうに勝手にしました。ごめんなさい、間違ってたらお許しください。はい、ということで下におります。途中でね鳥居が見えましたけど、これその鳥居ではありません。これじゃないですよ、さっき映ってたのはね。もう少し降りたら左側にね鳥居がありますんで、左側見ておいてくださいよ。いや、しかし鳥居もねほんと綺麗だしね、このシデがねまた美しいですね。この雷を形取ったと言われるシデということはね、やっぱり水がねすごく農業に大切だったから雨乞いの意味があったのかななんてね、最近は思っているところでございます。ということで雨乞いの本もね買ってるんですけど読んでません。はい、なかなかね、まあ、読む時間がないって言ったらね、あの本当いかにも仕事ができない言い訳くんみたいですけど、はい、ということで見てください、左側と右側のこれむちゃくちゃいいでしょ。ということで今度は右側です。これがね最初に映っていた鳥居でございます。はい、ということでねこれを見ていただいたら分かりますように、やはりね神仏金光、ほらこれかわいそうにね首が折られているお地蔵様がいらっしゃいます。はい、首なし地蔵って言ってね、広島県の方にもねすっごくご利益があると言われる、首なし地蔵さんがあります。ちょっと調べていただいたらね、いつかの旅行で来ていただければと思います。ということで市でもね綺麗で美しいございます。ということで、はい、ということでねまた上に戻りたいと思います。そして参拝をして、先ほど私が忘れておりました神の道、観の道だったかな、はい、思い出したのが正解かどうかも分かりませんが、そこにね、少し歩いてみたいと思います。ということで次回はね日の御子社さん、次回の戸隠神社は日の御子社さんにしたいと思います。まあ、あの御社参りの順番通りにね行きたいと思います。戸隠神社は九頭龍社と奥社だけではありませんということですね。はい、ということで、もう一度階段を上がっていきまして、私が勝手に山の神様と大山積みの神を祀っていると勝手に思い込んでいるこちらの社に行きます。間違っていたらごめんなさい。もしご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いでございます。はい、はい、ということで奉公者さんに帰ってまいりました。はい、真っ暗になったのは編集ミスではありませんよ、編集ミスではありません。ということで、奉公者さんぜひね皆様参拝していただければと思いますね。九頭龍社じゃなくてもすっごく素晴らしいですね。ぜひお参拝してください。はい、ということで、参拝できたでしょうか。はい、これでね、ここからねさっき一瞬映ってたんですけど、中社、中社と書いて中社ですね、中社までは 1.4 キロでございます。ということでね、まあ、1.4 キロでね、しかもこのような、道です、山の道、しかも小鳥がね鳴いて非常に美しい景色を眺めながら、歩くことができます。ということで先ほどね言いました、こちらは雨の上春の御事をお祭りしている奉公者さんでしたが、実はね雨の上春の御事のお父様が雨の矢心思い金の御事でございまして、その思い金がいらっしゃるのが中社でございます。もちろんね中社の前に日の御子社さんがありますのでね、日の御子社さんに行ってから中社に参拝するということでございます。ということで皆様コメントぜひ書いてください。ということで今回は
戸隠神社の奉公者でございました。また次の、ね、神社でお会いいたしましょう。失礼いたします。